メルディが10歳までおねしょしてたことを、ヒールがバラしちまったって怒ってんだ。当たり前だよ。秘密は守ってこそ秘密って言うんだもん。そういや、こんな話があったっけな。昔、そそっかしい女の子は、村のおじさんがカツラをつけていることを自分だけの秘密にしていました。しかし、鳥たちの巣が雨で流されてしまったことを知ると、そのおじさんのカツラをこっそり盗み出し、新しい巣を作って。カツラが巣になっちゃったら、おじさんどんな頭で歩いたか、もういいよ。リッドモン、いつかは所帯を持つつもりなんだろ？なんだいきなり。例えば、どういう女性を妻として選ぶつもりだ？知るかよ。ま、けど、どうせなら、優しくて、可愛くて、料理のうまい子と結婚したい。かな？そんなものか。僕だったら、知的な女性を選ぶね。お互いに刺激し合うことで、より自分たちを高めることができる。そんな夫婦関係こそ理想さ。えいへい。10年後もその言葉が聞けるといいな。ねえ、キール。聞いていいかな？天文台で何があったの？だんまりか？何考えてんのかわかんねえやつと一緒に旅なんてできねえぞ。メルディ、キールと一緒に旅するよ。戻ってきてくれたもんな。な。ああ。よろしく頼む。おやおや。浮かない顔をして、どうしたのですか？僕はさ、見てくればこの通り子供だけどさ、れっきとした大少年なのさ。そこんとこを人間ってやつは理解しちゃいないんだ。まったく嫌になっちゃう。そうですね。しかし、私たちだって人間から教えられることは多いのです。少々子供扱いされたって、笑って流しておけばよいではありませんか。ウンディーネは大人だね。ファラとレイス、仲良しだったな。仲良し、いいこと。だけど、リッドともっと仲良しでいてほしい。いきなりなんだ？メルディ、リッド好き。メルディ、ファラ好き。好きと好き、くっつくがいい。わけわかんないこと言うな！もうねんぞ！くっつくがいいよ。レースみたいの、美男子いうか、かっこよかったなぁ。まあ、正統派ってとこかな。メルディって美男子が好きなの？はいな！かっこよい人目が行くよ。女の子をみんなそうよ。アナだってそう。私は違うよ。男は中身で勝負でしょう。あ、そっか。でも、リトもキールもかっこよいね。メルディそう思うよ。しかないよ、メルディ。昔々あるところにそそっかしい女の子がいました。女の子は漁師たちが毎日ナイトレードを殺していくのがかわいそうで、何匹かをこっそり保護しました。結果、村の畑は異常繁殖したナイトレードによって壊滅的な打撃を被りましたとさ。だからほっとくしかないの。わかる、メルディ。ヒールは、あの話が知ってるか？指示語を使うな。
正確に話せ。だから、生オロチ。黄金の千夜を過ごしたと言われる生オロチのことか？知ってるさ。生き延びた人の話によると、生オロチはまるで、とのことだ。以上、寝るぞ。食欲がないんだ。どうして食欲のないか？理由はいろいろある。いちいち詮索するな。でもな、ご飯食べるの大事よ。ちょっとは元気出るよ。ヒールは元気がいいよ。な。お、ヒール残したのか。食ってやろうか。誰が残すと言った？勝手に持ってくな。まだメルディを疑ってる？わからねえとこはまだあるぜ。事情を全部話してくれてるとは思えねえな。そんなこと言ったら、誰も何も信じられないよ。それって寂しくない？バラはメルディを信じてるのか？私？もちろん。メルディだけじゃないよ。リットもキールも信じてる。みんなが仲間だって信じてるんだ。なんか臭くねえか？いつもの料理にレースから教わった材料を加えてみたんだ。どう？いける味になったよ。ほんとか？うわ、なんだこの色。それにも匂いが、あ、うるい。ちょっと強烈すぎたかな。暑いところをしらみつぶしに探していこう。